こんにちは。キャプテン浩二です。今日の、空の模様ですけども、雨雲がね、出ておりますね。ということで、秋らしい秋晴れの空ではなくてね、今日は雨雲が全体的に、青空もちょっと出てますけどね、こんな感じで、なんかね、暖かい空気が入ってきたということでね、雨雲が出てきております。そしてね、風もね、やっぱりね、今強く吹いてますんで、結構強く吹いております。さて、ちょっと待ってね。現在の時刻ですけれども、あら、ちょっと。午後3時、1分になりました。午後3時1分になりました。すみません、ちょっとマイクを離しましたね。ですので、今日はね、風が強いので、倉庫の中で、おやつタイムやりたいと思います。こんな感じでね、今から3時25分になったらね、また郵便局に荷物を発送に行ってきます。そして今日はジュースを、立ち飲みでいただきましょうかね。ちょっと待ってくださいね。マイクを、ピンマイクを首元につけます。首元につけてね。いきますが。声がね、なかなか小さいのでね。で、金柑まだあるんでね、金柑も食べます。さあ、そろそろ始めましょうかね。今日は1時間冷凍庫に入れておりました、ジュース、オレンジのね、ジュースね。まずはね、粒々のジュースですね。これをいただこうと思います。まずこれからね、金太陽って書いてますね。あ、こっちやね。金太陽、つぶつぶ、果汁20%、オレンジみかん。これはね、よく飲みますね、僕も。よく飲みます。美味しいのでね、粒のね、みかんが入って、内容量は250ミリグラム。250グラム。果汁入り、20%混合飲料、オレンジ、温州みかん、砂糖、ぶどう、果糖、エキト、ね。特に、手が冷たい。1時間入れとったんでね、もう凍る、1時間では凍らないですね。だけど、もうかなり冷たくなっております。特にね、コマーシャルというかね、広告的な頃はね、自慢話みたいなことは書いてません。もう長年売れてるからでしょう。これは氷に入れなくてももうそのままでいいね。一応氷はね、準備したんですけどもね、このまま飲んでみます。それでは。あら、粒が入ってないな。ちょっと混ぜなきゃいけないか。はい。下の方に入ってたみたいです。で、どんな味かっていうと、みかんの缶詰みたいなね、缶詰のシロップが入ってるみたいな感じですね。飲みやすくてね、もう、みかんのシロップですね。
飲みやすくてあっという間になくなります。うん、ちょっと後味がね、またね、みかんのね後味が、シロップのね、みかんのシロップの後味があるんで何とも言えないですが、またそれ、その後味がまた飲みたくなる誘導っていうかね、飲みたく次にまた飲みたくなりますね。一気に飲んでしまいます。うん、これぐらいだね、もうあっという間に250やからね、あっという間です。そして今日は氷を用意したんですが、まあ氷つかなくてもいいかな。ちょっとその間に金柑で口直し、あ、そうか、氷水入れてくればよかったね、口直しにね。まあいいや、うん、今日はね金柑がね酸っぱいです。うん、これもね、粒みかんもね49円とかね、めちゃめちゃ安いんでね、うん、ちょっとね多めに買っといてもいいかもしれませんね。こういったジュースはね、お客さん来たら喜ぶんでね。はい、次行きましょう。次はね、三ツ矢爽やかオレンジ、朝日ですね。朝日の三ツ矢爽やかオレンジという、ジュースになってます。内容量もね、これも一緒です。 250ml で、砂糖類、果糖、ブドウ糖液と砂糖、オレンジ果汁、アルゲン27品種オレンジ、国産です。三ツ矢爽やかね、手が冷たい。糖類が入ってるんでね、これあんまり飲みすぎたのは悪いので、来週はねちょっとね飛び飛びで取ろうと思います。あんまりね毎日ね、こういったジュース飲むとのもね悪いのでね、ジュース以外でまた3時のおやつね、僕コーヒーがいいと思うんですね。インスタントコーヒー、インスタントコーヒーを砂糖なしのこのアイスでね、ネスカフェのねインスタントコーヒーをアイスなしでブラックでそのまま飲むという、飲んだ後はね気分がね良くなるんでね、それもやってみようかなと思います。でこういったジュースはもうちょっとねやめます。ちょっと僕はちょっと体の体調がねちょっとあんまり良くないんで、これ続けてからね。だからコーヒー類はやりますけれども、結構ジュースに糖質が結構入ってるんでしょうねと思います。まあ悪口は言いませんけれども、控えればいいだけのことなんで。はい、それではちょっと開けて9分か、飲んでみますね。一杯だけね、三ツ矢サイダーから炭酸が入ったんでしょう。うん、100g あたり36kcal ですね。じゃあちょっといただいてみます。うん、炭酸が入ってね、飲みやすいのは飲みやすいです。一気にね4口5口いけますね、一気に。こういったね甘いもんはね、運動した後にね飲んだらすごく、爽やかな飲み口なんで、冷蔵庫にね
冷やしてね、ストックしておくといいと思います。はい、あ、そろそろ10分か。また行ってみます。ああ、炭酸が喉をね通ってね、後味がいいですね。喉越しがいいですね。喉越しが良くて一気にね飲んでしまうんで、やっぱりこれ2つあった方がいいね。運動して帰ってきた時は2つ一気に飲み干すみたいな感じでね、1個やったらね物足りない、物足りないんで2つ飲みましょう。さあ最後の、ちょっとかなりね冷えてます。で手が冷たい。さあ最後行きましょうかね。せーの、今日は最高でした。うん、最高にいいジュースね。こっちの方はねちょっと甘いので、後口がね、口の中がねなんか残りますね。甘いので、炭酸の方はもうすっきりね。若干口の中残るんで、水でねちょっとね氷水をねこんな用意した方がいいと思いますね。はい、そんな感じで、あの外の方はねちょっとね風がねめちゃめちゃ強くなってますんで、この後雨が降りそうな雰囲気です。今週もねあの無事にね、怪我もなく病気もなくね過ごせました。この後またねあの週末なんかどっか行ってね、あのお天気が良ければどっか行ってあの動画を撮ってねアップしようと思います。またね、皆さんもね、また週末お楽しみください。それではね、今日はこの辺で締めたいと思います。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。それでね週末お楽しみください。では失礼いたします。